こんにちは。今日は玉ねぎご飯の紹介です。普通のご飯に玉ねぎを入れるとより一層ご飯が美味しくなるということを発見いたしましたので、ぜひぜひ紹介していきたいと思います。8月31日の最終動画です。ご飯はそのままスタンダード、2号に、半分ぐらいの玉ねぎをスライスすると美味しいと思います。玉ねぎはお家であればスライサー、100円ショップで切れ味のいいものを買って、シャカシャカ、手を切らないように気をつけて、こんなのでお家だったらいいと思います。苦いのが苦手であればさっとお水で流してもいいですし、そのままでも十分美味しいと思います。これをお釜の中に入れます。お店だとお出汁を使いますけども、お家であれば、こういう顆粒の本出汁みたいなものでも全然僕はそれはこだわらずいいと思います。ただあまり入れると化学調味料の感じになってしまうので、本当に一つかみパラ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 っと入れて、お塩、これもパラ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 、これは2回ぐらいかな、パラパラパラと入れて、スライスした玉ねぎを入れまして、蓋をしてスイッチオン。これで美味しい玉ねぎご飯ができます。この発想はたくさん玉ねぎをいただいたので、どうして消費したらいいかなと思いまして、ご飯に入れたらいいかなと思ってスライスして入れてみたら、すごく普通のご飯よりも甘く、しっとり、ツヤがあって、でなんかバターを入れたような感じに仕上がるので、ぜひぜひ皆さんに紹介したいと思いまして、動画を上げました。本当に簡単なので、スライスしてご飯の中に、水とお米の量は同量で、玉ねぎのスライスしたものを入れて炊飯するだけです。食べているうちに甘く感じるので、いろんな、カレーとかそういうのに僕はすごく合うんじゃないかと思います。ぜひぜひ試してみてください。この後は、お店で出しています、みょうがご飯と、玉ねぎとみょうがご飯のアレンジの動画も、続いて、リンクさせてアップしようと思いますので、ぜひぜひ最後までよろしくお願いいたします。8月31日は動画を1年前に上げて、8月31日に最後に、初めてあげたので、ちょうど1年目の記念になる動画ですけども、玉ねぎご飯の動画になりました。よろしくお願いいたします。では出来上がりました。今日は玉ねぎご飯の、追加編、玉ねぎにみょうがを入れると美味しいので、秋のみょうが、ここを入れるのがコツで、半分にするとみょうがは、細かく入れます。
ねぎご飯の出来上がり。混ぜまして、刻んだみょうがを生のままこのお釜の中に入れまして、スパイシーに黒胡椒を入れまして、熱いうちにみょうがと玉ねぎご飯を混ぜ合わせます。秋の大人のご飯であればみょうがご飯でもいいですし、玉ねぎは玉ねぎご飯のまま、カレーとかそんな、ご飯の下なんだろうかな、カレーご飯に玉ねぎご飯は合うと思います。生姜と玉ねぎのご飯です。ぜひ、夏の終わりに召し上がってみてください。わからなかったら、質問コメント欄でお願いいたします。いつもありがとうございます。8月31日最後の動画になります。また9月は9月で頑張るので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お疲れ様です。